はい、MSS プロジェクトです。イエス。はい、皆さんどうお過ごし？全然キャラが分からない。はい、今回も、モンスタースラッグやっていきましょう。はい、私が MSS プロジェクトの FB37 でございます。そして左に同じ、右に同じか分かんない、キックマーク2です。アルマウントでーす。はい、じゃあちょっとね、前回でボコボコにやられてしまった、前回前々回もう2連敗ですよ。最近ボコボコシステムが発動してる。だってね、そう、星4でしか勝ててないからそうそうそう、だから今回は絶対勝つという意味でまた星4いきましょう。はい、はい、今回はシャドウドラゴン、はい、行きましょうか。いいよ。 OK、シャドウドラゴンは、基本的に重力対策をしていけばいいとのことなんで。はい、じゃあレッツゴー。お前シャドウドラゴンに千代ちゃん連れてきたシャドウドラゴンに千代ちゃんと村雨めて、その本気をさ、ヒュドラとかに出せよな。正直ヒュドラの時は、なんであんなメンツだったの、結構謎だった若干舐めてた、舐めてた、舐めてたでしょ。ヒュドラ強いからね、普通に。はい、じゃあ行きましょう。まあまあまあ、キックが千代ちゃんで、はい、なんで千代に対して千代ちゃんってみんな言うんだろう。え、なんか言いたくない、千代ちゃん。わかるわかるわかる。気候に千代ちゃんマジで強いからね。まあそりゃそうだよ、やめ属性キラー、泥気の強さが。で、アロマがラプンツル、うん、で、エオユがもう何を決まったか光村さんという。おお、すげえ。何もあるんだ。ダンスにいたわ。どこ行ってもラプンツェル。だって特にないもんだもん、このアカウント。独特なキャラが。で、僕がティーガー 1X です。ティーガーってどんなやつなんだ。ティーガー大爆発。ああ。爆発で、ね、結構平均的なステータスをしてるので、よしよし、使いやすい。他のキャラが強ければ、サポートキャラに徹することができる。あ、ほんと？うん。役に立ってくれんの今回は。いいキャラです。うん。おい、しかもクエストもそんな難しくないし。そうだな、これこそまた舐めてちょっと雑談でも始めますか。お、いいですね。じゃあ世界経済について。世界経済やっぱね、今ねスイスフランがやばい。いつの話してんだよ。それいつも言ってない。行くぞ。ビビビビビビビ、いいね。まあ、亀相手なんですごく適当です。あとはね、ちょっと時間稼ぎをするのも大事ですから。確かに、あのね、本当に、うん、まあ、やっぱクリアすることを考えるなら、うん、こういうところでちゃんとね、ストライクショットを貯めることを考えてください。はい、いなくなってしまった。はい、はい、まあでもね、亀って攻撃力高い場合があるんで、まあたまに。はい、お、ここで、ここは見てようか。避けていく、避けていくスタイル、避けちゃう。おいでね、いいティーガーに当てる。ゾンビ倒したよね、最近ね。確かに。まあでもゾンビで敵を復活させてもらって時間稼ぎっていうのもありえる。まあ弱ければね、うん、そんな強くないでしょ。わかんないよ、俺横からしちゃってもいいよね、逆に。横からしちゃれば。いや、ティーガーちゃんはやっぱサポートいいです。ほらね、ああ、あの堅実さったから、僕堅実ですよみたいな。確かに堅実という文字がもう浮いてる。浮いてる、浮いてる、浮いてる。あんま地に足がついてない感じなんですね。早くやれ、ね、どうして早くやれ。あれ、なんで戻った。今なんで戻った。よくある謎反射でしょ。あれ、なんなの。まあ、それ謎反射だよ。あ、そういうなんかあるの。いや、ボスはだいたい基本的に正確な円とかじゃないから。あ、そうそうそう、変な出っ張りがあったりするから。なるほど、ね、それに引っかかってやっぱ跳ね返ることはある。なるほど、円は円の範囲は2メートルだからな。円も竹縄ってことです。お、今ちょっと信長の悪口。悪口言ってないです。お前はなんで信長の話だったんだよ。よし、 OKOK。 そこでパッと信長が出てくる。お前がそう思って。それは円で2メートルっつったらやつしか出てこないだろ。お前卑怯だぞ。逆に、お、なんか変な牛みたいなのできて、お、どうしようかな。村雨当てに行きたいけど、いけるかな。バッファローマンで、どうでしょうね。ピカピカン。ロブでもないショットですよ。ロブでもないショット。いや、これはもうね、チオちゃんの見せ所。まあね、チオちゃんお願いします。え、何今。ああ、まあまあまあ、いいんじゃない。ちょっとマッチだね。謎マッチだよね。謎マッチ。まあいいよ、チオちゃんはそういう役だから。ラブエンズ頼むぞ、敵を減らしてくれ。
ゾンビ、まあなかなかでもいい、ね、人のゾンビが復活させるかもしれない。究極だから多分ゾンビは復活させない。あ、そうなの、うん、大丈夫。お、これはいいね。よしよし、まあ余裕でしょう今のところ。もう全く危なげない感じで。よし、じゃあ俺か、うん、カブレライト鉱石ショットしていい？うん、いいけど、いいそれは全然あの全然関係ないけど、もうモンスター違いですからこれは明らかに。お、ボス出てきた。さあ、出てきました。12ターンね、基本的に攻略情報によるとゴリ押しでいいとのこと。光ゴリ押し、光属性によるゴリ押し。そう書いてましたね。じゃあどうしようかな。まずこいつ邪魔だから倒すぜ。はいよ。一瞬で溶ける、うん、一瞬で溶ける、いいね。さあ次がラプちゃんか。ラプちゃんか。いや、ちょザコ狙っとこう。ああ、ラプちゃんはザコ、ザコだザコだし。あ、いいね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 。普通に当ててくスタイルです。ザコでも素早く倒すのはやっぱスピードクリアにつながるんで。はい、横貫。あ、横貫いっちゃっていいじゃない。頼むぜ。これ正確に横貫すればダメージにずっと与え続けるから。ほらほら、おお、どうしたのよ。マクベス、エロエロマクベス。いや、マクベスのクエじゃないです。違うから全然関係ないんだけど。無関係クエだから。おーい、パッパやっていくよ。昔マクベスのさ、うん、マクベス降臨で取った時にね、一体こいつは何に使うんだっていう。そうね、うん、で、その時は思ってたけど今はもう実際ないんです。そうそうそう、今もわかんないっていう。今もわからない、答えは出ないと。ずっとボックス内でなんか倉庫版してんだよね。わかる、こんな顔してね。いるね、あいつ。一体何なんだろうな、謎モンスターでしょ。さあ、あ、いいよ、いいよ、いいね。このパーティーバランスがいい。バランスいいね。バランスいい、バランス。30万ちょっといい。もう使っていい、これ。ん、あー、いいっすか。あー、いいよ。いいっすか。使って、使って、使って。もう、もしかしたら飛ぶかもしれない。そう、飛びはしないだろ、さすがに。おーい、いいぞ。おー、いつはいいぞ。これスピクリもいけるんじゃないですか。うーん、ティーガーがミスなければ任せろ。すごく適当に。なんか、お、いいよ、いいね。今のは左二人に当てて、これ、でも何の意味もなかった。ボスの位置によってはチオちゃんが大きい無視されてる。あ、さあ、チオちゃん、いや、ベスポジでは全然ないね。違うね。どうしようかな。まあでも、使うよ、まあ、使って、うん、使って右に、いや、ちょっと右弱点当てたいから。そうそう、ちょっと、うわー、当たるかな。右にずれる感じで戦うんでしょう。あの感じかな。いけ、ザコに当たんねえかな。いや、ザコに当たるね、それ。うん、まあいい。ああ、おー、でももしもう一発当たったかな、ね、もう一発当たったら多分100万150ぐらい。正直、いやー、正直どうしたらいい。いやー、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 ちょっと多分あんま使えないから。ナイス。そうなんのか。そうそうそう、アディエスと同じだね。地味しかし、うわー、しかも、あ、上のやつ倒せねえのかよ。なんじゃ、復活したー。え、お前なんで復活しないって言っただろ、さっき。確かに、撃たれる。嘘ついた。ゲルマニウム、縦貫するか。縦貫でいいんじゃないかね、それ。縦貫だろう。さあ、俺にかかってたわけだな。そうだね。お、動いた。移動しました。いや、でも結構いい感じに。うん、チオちゃんに。こいつなん、どうなんの。ああ、俺、あれだわ、ストライクショット可能だ、これいけるぞ、多分。あ、よし、行ってみます。お、お願いします。ほい、いけ、3本の可能だ。おお、かっこいい。そんなんなるんだ。いいね、初めて見た。ね、俺も初めて見た。スピードクリア、やったー、達成。このメンツでもギリギリなのか。ギリギリではなかったけど、スピードはギリギリだった。いや、スピードが、うん、スピードで、あの曲のスピードは結構難しいから。さて、出るかしら。出るかしら、はい、出ません。やっほー。あ、でもね、うん、
でもなんかすっきりしたね、やっと勝った感じやっと勝ったって、まあ、やっぱり星4でしか勝てないこの我々なんだかな、イベントクエしか勝ってないぞ本当に。なんでこんなに勝てないんだろう。でもやっぱり戦力が足りないんじゃないですか。じゃあガチャやっていきましょう。じゃあでもここはスムーズにいった方がいいのが出るかもしれない。そうだね。何じゃあ今回もやっていきましょ う、はい、グレートスピリッツガチャ。よし、やっぱ何も考えずにいった方が出ることがあるからね。よし、じゃあキックパワーちょっといただくわ。お、あ、やめてくれやめてくれ。あ、座れた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 。さて、キックンパワーマジで出るからね。あ、本当に、うん、キックンパワーどうですか。あ、出るか。出るよ。キックンパワー出たものが初星5ももちキックンパワーももちっすか。あー、ももち俺は悪くない使えるときは使える。キックン全責任をなすりつけるちょっとウケる。モクトンイガニンソウルだってイガニンソウル。じゃあ行くぞ。はい、いけいけ。じゃあいきますよ。はい、さてキックンは何が出るかな。じゃあいきます。夜も引っ張れ。うわー、久々に。そこでんギャグ。お、見たい、聞きたい。うわー、見たい。シュル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 。見た目だけは星6。シュル星 6? うわー、ぶっ飛んだね。残念。さてさて、ノームとシェルフどっちが出るかないや、この2体ほんと出るからね。そりゃね。さあさあさあ、アルマさん出るかな。よろしくお願いします。何が出るかな。シェルフ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 。おっ、スリーシルフ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 、ソイゴールセア、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 やめろよ、ゴールセア。え、ひどい。ここでここでここで、コーチ、おじいちゃん道に迷ったのかな。やばくない、ここでそれ出るのって。ももちシルフシルコーチ。うわー、はいはい、盛り上がりましたね。盛り上がった。クリアできたからね。はいはい、じゃあ今回はこんな感じで、はい、じゃあ全世界のみんな、バイバイ。バイ。動画を見てくれてありがとうございます。スマホからご覧の皆さんは画面の下の方からチャンネル登録お願いします。 YouTube はこちら、こちらです。 PC ですね、 PC で、こちらはニコニコ動画。はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録するとどんないいことなの。お金を拾うことができる。なんでやねん。身長が20センチ伸びる。なんでやねん。パソコンが爆発する。そうだな。